電車は来るのかな。反対方面でいいや。さっきの折り返しですね。さっき乗ってきたやつの折り返しか。こんにちは。よろしいですかね、ここらで撮る。あ、全然大丈夫ですよ。よいしょ。多分フリーキップとかと同じように撮っていらっしゃる方でしょうね。まあ、うちは鉄道系を撮るというよりは旅行系ですからね。まあ、さっきちょうど快速見ると違うところも撮れましたしね。まあ、構造としてはここから先がね、こんな感じで、まあ、構造としては一線する方式の形になってるのか。でも一線するとしては使えないから、そこが折り返し設備がないですからね。行き違い設備がないんで。徳田にあったっけ。あったっけ。ないよな。ってことは退避はできないのか。やりようあるはずなんですけどね。スーカーサーキットに行く臨時列車は何かしこれ折り返すのかな。一回送り込みして2まで持ってくのかな。そのあたりはちょっと私はもう詳しくないんですけどね。まあ、次の列車待ちになってますね、と。で、こっちは、次が、13時何分に行くんだ？ちょっと時間あるはずですからね、まだ。13時52分よ。で、14時12分やから、ちょうど20分か。20分あるな。まもなく列車が参ります。危ないですから、白線の内側へお下がりください。あ、そういうことか。そういうことね。確かにちょうど写真撮るのにちょうどいいのか、ここ。南紀の通過待ちか。そう、もう言うて、キハ85系がここ通過していくシーンっていうのも、そう撮れなくなってきますからね。もう言うとるうちだもんな。こっちも HC85 系がもう充当されるはずですからね。そうですね、だから一線する運用じゃなくて、あくまで伏線運用の終了とかだって、一線する運用だったらこっち側に入ってるはずですもんね。まあ一応ここから先も複製ができる余地はあるんですけどね。まあわざわざするほどでもないということでしょうね。よし。よいしょ。地元行っちゃうか。じゃあ、次は、豊洲上の、もうなんか歩くなって行きやすいけどな。
いや逆にも津まで出ちゃって、津まで出て津から豊津上野まで近鉄使って、そんなんでもありな気がしてきたな。まもなく列車が参ります。危ないですから白線の内側へお下がりください。